さて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 、どうもこんにちは、ラブノズです。前回のね、動画を流した状態とか、前回の動画見た状態のまま、この動画を見てほしいですね。なぜかというと、声の調子が全く変わってないからです。なぜかというと、全く同じ時間に収録しているからです。前回の動画でも同じこと言ったね。前回の動画って言っても、俺からしたら10分前とかなんだけどね。はい、4月9日川崎フロンターレ戦、芸術だったね。ガンモスク初勝利つかみましたけど、このシリーズでは大事な試合になってます。さあ、キックオフ。この試合勝つか負けるかで、今後のリーグ戦の内容が変わってくる。メンバーはいつも通りですもう紹介する気もない。さあ、杉山、おー、ラビー欲しいね。おー、お願い、勝ってくれ。コーナー、三浦玄太、前回に2得点。おっ、いや、オフサイドか、これ怪しい。大丈夫か。VR、VR、オフサイドなし。いやー、取り消しか。いやー、でも、三浦玄太の調子がいいということは、はっきり分かったね。前回のその時、三浦玄太がヘディングで点取ってくれたかと思ったら、オフサイドで取り消しです。サファーナの、シュート。惜しい。ペースは頑張らないんじゃないかな。どっちもゴール期待値がとんでもないことになってるけど、前半うん、 0.22。 さあ、前半終了、0対0。だから、ちょっとこっちが攻めてるんで、もうこれはね、鼓舞していきましょう。この4続けてほしい。続けていくとね、継続は力なりですから、もう、この試合を続けていくといい感じになると思います。さあ、ハンダリックがね、インバーテッドインバックにしてるんで、中に入ってくれるんですよ。そうすることで、このハンダリックね、そうすることで逆サイドの杉山がフリーになるというね、狙いがね、しっかりあるんですけどね。まあ、杉山なかなかボールが当たらない。この杉山渡、おわっ、中盤に欲しい。杉山にボールが当たったらね、もう杉山はもう星4。もうガンマの中だとね、トップクラスの選手なんで、このゲームだと。現実だとね、山形に期限付き移籍してしまいましたけれども、このゲームだとね、トップクラスの選手なんで、ちょっと期待したい。そういうプレーにも、守備の時はね、しっかりね、フォーバック敷いてブロック敷いて守るんですけども、攻撃の時はハンダリックが内側に入って杉山が大外カッピラクと。で、こういう時には単下げる。ボールの保持を優先してる。で、ここにハンダが入ってくることによって、ここが開くんです。サイドが、嘘。止められるか、それ。そう。そして、そうやって使うことによってハンダリックが疲れます。ただ、高尾に関してはね、ウィングバックの方がいいっていう風に指示されてるんですけども、これは譲れないです。ああ、どうしよう。ちょっともう中盤このまま行きます。今のところ西で。さあ、ジュバリカウンター。さあ、ジュバリ、左湧いてるぞ。自分で行って、どこまで行くか。ハンダ、ダワン、アラーノ、ダワン、捉える、タジマラダ、トーノ、逆サイド、取れない。チャラティップ。取って、ラビ、アラーノ、ラビ。アラノ、いいね。右、フリーか。杉山立てていってる。スピードで、ぶっ壊せ相手よ。相手の守備も壊せない。ね、今のね、何がキーハイライトなのか俺にはわかりませんが。ちょっと、疲れすぎてるあまりに選手が。ちょっと J リーグさん、日程が、みちみちすぎる。右ウィングに鈴木武蔵入れてみようと思います。杉山と交代ね。
ボランチ2人疲れすぎだな。ちょっとベンチメンバーもっと考えた方がいいかな。さあここしっかりしのいでほしい。立花だ、取ってメシーノ、ある縦石毛、うわーでかトラップ寄せてもいい。お取れる？取れない。ピンチ、小塚、小塚まずい。いやマジか。ここでかラビ交代で、山本ゆきちょっと守備ミッドフィールダーキルサポートに、あーどうしよう、石で円勝ちサポートでちょっと困ったな。この展開は意地で追いついてほしいな。最悪引き分けでいいんだ、シックスポインターだからね。およいしょ、これ決めてくれ頼む。いやまだあるまだある、高尾、厳しいか。俺はまだ諦めてないぞ。鈴木武蔵なんかでかくて、鈴木武蔵なんかでかすごい上手い。だ来た、チョンソンリョンの守備が硬すぎる。そんなはずはないなって失礼すぎる。んー、メシノのコーナーキックはうまくいかない。さすがに差し三浦、もう鈴木ちょっとそういうところでミスすんだけ本当にやめてほしいね。こんにょ縦、まだチャンスつける、まだチャンスつける。いやまずい、5分あるが、もうここはいやあるぞ。これヘディングすらせ、こぼれ、なんで誰も行かない。高尾が行った、すぐに前に出そう、すぐにあ、いいよそれでも、もう前に行こう。とりあえずクロスを上げよう簡単に。お意外と、何それ、それはちょっときついんじゃない。いや、まだあるか、頼む、お前ホームやぞ。お石で、もう一回メシの来た、いいポスト、まだある。いや、ファール。おちょ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 、もう極めて攻撃的に行こう。もう東は谷も上がってこい、クロス、やばい、終わってしまう。試合終了。ちょっとがっかり、がっくり。いや、何本シュート打った、勝てないっすか今の。17本打って7分枠内7で 1.73 だよゴール期待値。2点入ってておかしく、何回止めんだよあのチョンソンリョンってやつ。あと何回ポストに当てれんだお前らは。くそ、まあ、相手はね川崎用のターンなんで、ね、ちょっと仕方ないとこもある。藤原が怪我した。ただまあ切り替えて次17位と強度の試合にね、これちょっと取れないように任せます。さあ、お川崎名古屋、これ天王山、名古屋勝ち、名古屋が強いんだな。中谷はねいいね。何選択って、おちょっとスカウト入れときます。これどう、現実同様この K
契約満了で取れるんじゃないかな。ちょっと、この動画はここで終わりにしたいんですけれども、10分ね。Jリーグ、ルヴァンがあるときはルヴァンも一緒にやるってだけで、Jリーグだけのときは Jリーグだけで済ます予定なので、なんですけど、ちょっと京都リレー戦次の試合、ハッシュタグ、ハッシュタグ10で京都リレー戦やるんですけど、ちょっとその前にこの動画の間で、ガンボースが取った選手をちょっとスカウティングかけていこうかなと思います。とりあえず、名古屋から中谷。で、柏から山田浩太を取ったので、山田浩太。おっと、もしかして、ベンチだったら取れるんじゃない？山田浩太いる？リザーブに入ってる。いた。山田浩太にスカウトかけまーす。そして、鹿島から取ってないね。鳥栖からも取ってない。東京からも取ってない。広島からも取ってない。マリノスから取ってない。福岡から取ってない。セレッソ。そうね。鈴木徳馬ね、まずね。そして、松田陸。お、モスカティにかけてるね。もう一回スカウトさせておきます。そして、セレッソの次、神戸取ってない。札幌は取ってないね。新潟取ってない。湘南取ってない。京都取ってないよ。ああ、山下か。山下。あれ、いない。いた。移籍リストに入ってるぞ。450万。ああ、能力が微妙って感じだな、ちょっとね。もっと足速くていいんじゃない？ねえ、俊敏性、スピードとかもっと高くてもいいと思うけどね。18ぐらいあってもいいと思うんですけど。まあ、そんなこんなで。ちょっと、ガンマスカに移籍情報をまとめてみたいんですけども。次、J2 ですね。J2 で、まあ、岸本って打った方が早いね。ちょっと打ちます。おーい、ひらがなになってる。オファーします。オファーじゃない、スカウトかけます。ほんで、あとは大分から坂、はい、大分から坂圭介です。打ちます。坂はもうコントローラーで打てばいいや。おー、部会は坂じゃなくて。大分の坂。ちょ、ケースケまで入れるか。ケースケの方が。いた。で、そして最後に、ウェルトンヘルピーはいるのか？果たして。ウェルトンのスペル。ウェルトン、ウェイトンに乗ってる。ウェルトン、フェリペ。フェリペかな？いないっすね。どうしよう。エルトン・フェリペ。スペル合ってるよな。
いない感じですね。ならば、どこだっけ？ブルガリア？ブルガリアのリーグ。あ、あれ？あるな。なんだっけ？どこだっけ？レフスキだっけ？どこだったっけ？レフスキソフィア。レフスキソフィアはこのレフスキでいいのか？ブルトンフェリペないか。うわ、いないね。あ、架空になっちゃってるかな。ブラジルいない。ブルトンソフィアにはいない。ブルトンフェリペは収録外ということで取れません。なんでブルトンフェリペ級のウィングをね、探してもらおうと思います。3.5 ぐらいあるんじゃない？いや、ちょっとやりすぎか。まあ 3.5 はあっていい。うん、どこで選べばいいですかね。これかな？ポジションある？なさそう。あれ？ここから選べない？あ、うん、ウィングです。あ、3.5 継続。OK、 これでいこう。よし、これでスパートがいい選手を、ベルトンフェリペに代わるいい選手を見せてくれることを思って、この動画を終わろうと思います。ちょっとカスティロダーレに痛い敗戦になってしまいましたが、次節京都戦はね、しっかり勝利して名古屋になんとか食らいついていこうと思います。ではまた次の動画で。